まあ、自分の人生の決断の中に全てあざってものはあって、多分あざがなかったら違う人生になっていたんだろうなと思ってます。岩川正治さん、19歳。その人生は常にあざと共にありました。岩川正治くん、はい、元気です。みんな元気です。正治さんは5万人から10万人に1人とされる難病、スタージウェーバー症候群が原因で、顔の右半分に生まれつき大きなあざがあります。成長するにつれ、あざに悩み始めた正治さん。時にはファンデーションであざを隠し、辛いレーザー治療も試みました。レーザーをやりたくない。痛いか。あざはさ、なくしたいの？そのままじゃ嫌？そのままでもいい？なくしたい？うん。それでも支えてくれた友達や家族の存在でコンプレックスを乗り越えていくうち、いつしかある夢を抱くようになりました。自分と同じ思いをしている難病の子どもたちを救いたい、その一心で正治さんは大学の医学部進学を目指して中学高校と勉学に励みました。そして、はい、おかえり。内定しました。はい、内定した。よかったね。やっとだね。うん、おめでとう。大学の医学部への進学が決まりました。医学部行って国試受かって、お金をちゃんと返しますので、6年間お金を出してください。お願いします。全額返すの？え、全額返すの？あ大学生活が始まり、夢に一歩近づいたように思われましたが、いや、もうついていけなさすぎて、なんかもう正直やり直したいなと思いますよ。医師になりたいっては漠然と言ってますけど、なんか夢がノルマに変わったじゃないですけど、まあ、そういう気持ちになっているので。あざがきっかけで芽生えた医師という夢、しかしそれは次第に大きな重荷になってしまっていたのです。そして去年10月、正治さんは上山市の実家に戻ってきていました。そうです、大学を一旦退学してっていうところで。入学から4ヶ月で大学を辞めていました。6月くらいから、まあ自分の思いの中にあった理系の方に進学したかったっていう思いがなかなか抑えられなくなっていって、自分が進みたい道はやっぱり物理数学の道だったっていう。退学してからはオンラインで塾講師のバイトをしながら、自らの進路を見つめ直していきました。僕はまだ気持ち的に落ち着いてるかって言われればまだそうではないので、まだどこまでかかるのかっていうのは全然わからないですし。
今年1月、大学入学共通テストの会場に正治さんの姿がありました。だいぶ早く来たもん。結構早めに前入りして、で気持ちを落ち着かせていかないと思う。結構緊張する方なので。理学の研究がしたい。自分を見つめ直してやりたいことが少しずつ見えてきました。東北大学の理学部を第一志望に掲げ、2度目の大学入学に向けて勉強を再始動していました。やっぱり、まあ、物理の世界に行きたいっていうのが一番あって、まあ、特にミクロな世界に対して自分はすごい興味があって、ミクロな世界について自分の力で大学で研究して、で何か学びを得たいなっていうのがあるので、まあ、まずは一つの目標はそこに、そういう研究ができるような大学に入ることっていう。実は去年の受験では第一志望の大学に不合格でした。今年は1日10時間以上を勉強に費やし、一発合格を目指します。去年決めきれなかった部分を今年は決めきりたいなって思いしかないですね。本当に今はそれだけしか考えてないです。迎えた合格発表の日。緊張してんの？いや、そりゃね、俺今まで本命一度向かったことないからインターネットでの合格発表を今か今かと待ち構えます。そしてやっと受かったどれどれ、受かった。何番だ？1011。やったまた途中で、まあやりたいことが見つかったのでやめることはないです、多分いや多分じゃダメなの。まあでもやめないと思います。口では言葉では何とでも言えるから、どうぞ行動で示して。入りたくても入れない人がいたわけだから、その人をまあある意味蹴落として入るわけじゃん。まあ頑張ったっていうのもあるけれど、それを途中でやっぱ違うからやめますっていうのはちょっと違うと思うから、4年間頑張ってほしいなとは思うけどね。まあ、4年間やりきる前提ではいるので。いや、それは当たり前だからねマジで。この1年すごい波乱万丈というか、山あり谷ありの谷に何度もぶつかって、まあ自分自身多分一番辛い時期だったとは思うんですけど、そこを乗り越え、自分のまあ、周りの人の力もあって乗り越えられて。今月3日、正治さんは2度目となる大学の入学式を迎えました。まあ、2度あることはってよく言いますけど、そうはならないようにまあ理学部らしくなんか実験してレポート書いてみたいなのもやってみたいなっては、そういう理系らしいことをやってみたいなと思いますね。複雑な思いまだまだありますけど、まあ、今度こそ途中で逃げ出さず投げ出さず最後までやりきってほしいなと、もうその思いだけです。はい、入学前から SNS を通じて友達を作っていた正治さん、この日あざを隠すことはありませんでした。何人かと会いましたけど、特にそういうの気にかけられることもなかったので、まあ大丈夫かなっていう
まあ、とりあえず何も言わずに自分から言うことでもないので、聞かれたら答えるぐらいの気持ちでやっていきます。前の大学では入ることができなかったサークル活動にも意欲を見せる雅治さん、新たな夢に向かって再び歩き始めました。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら、チャンネル登録はこちらからお願いします。そしてグッドボタンもお待ちしています。押してください。